鈴木師匠による発言をお受けになって、昭和天皇は御前会議で初めてお言葉を発せられました。それなら私の意見を言おう。私の考えは外務大臣と同じである。つまりポツダム宣言を受け入れるという意味です。昭和天皇のお言葉が発せられた瞬間、鈴木貫太郎あるいは阿南惟幾といった大臣の裏の目から涙がこぼれ落ち、やがて号泣に変わりました。陛下も涙を流されながら言葉を続けられました。念のため言っておく、今の状態で阿南惟幾が言うように本土決戦に突入すれば我が国がどうなるか私は非常に心配である。あるいは日本民族はみんな死んでしまうかもしれない。もしそうなればこの国を誰が子孫に伝えるというのだろうか。祖先から受け継いだ我が国を子孫に伝えていくことが天皇としての務めであるが、今となっては一人でも多くの日本人に生き残ってもらい、その人々に我が国の未来を任せる以外にこの国を子孫に伝える道はないと思う。それにこのまま戦いを続けることは世界人類にとっても不幸なことである。明治天皇の三国干渉の際のお気持ちも考え、耐え難くまた忍び難いことであるが、戦争をやめる決心をした。こうした昭和天皇のご盛断によって我が国は国体、つまりここでは天皇を中心とする我が国の体制のことです。国の体だと思います。国体を守るという条件をつけることによってポツダム宣言を受諾することを連合国軍に通知します。